こんにちは、今回はアプデ当日最新情報についてです。ついに今日12時頃から 3.6 が開始となります。前半にアプデ内容のおさらい、後半に更新情報とします。お好みの部分を見てみてくださいね。まずアプデは4月12日12時前後に完了予定です。アプデすぐに遊びたい方は11時30分頃から待機しましょう。アプデ終了とともにおそらく600原石の配布もあります。メールで原石受け取りも忘れずにですね。そして 3.6 での新エリア開放、雰囲気的に2つのエリアですかね。これは実装後に一緒に確認しましょう。砂漠エリアと草原っぽいエリアみたいな印象です。そして新キャラ白術とカーベの実装もあります。ただこの2人は 3.6 後半でガチャ開始となります。約2週間後の実装となります。そしてアプデ後にはナヒーダとニーローのガチャが開始です。この2人はアプデ後すぐにガチャできます。関羽については白術と一緒に後半ガチャです。そして新エリアということで新秘境も3つ実装ですね。生物以外にも秘境がありそうなので、その秘境クリアで原石ゲットも忘れずにです。そして白術の新武器も実装される予定です。抹茶ドーナッツというワードもトレンド入りしてましたね。そして生物の実装もありますので、さらなる生物厳選もはかどりそうですね。水強化と開花強化みたいなイメージだったと思います。そして任務面ではまずナヒーダの伝説任務2章。ナヒーダについて深く触れそうなので楽しみです。タイトル企業というのすごい気になりますね。3.6 直後からすぐ遊べます。白術の伝説任務もあります。リーユエが舞台でしょうか。7がやはり絡んだ任務になりそうですかね。こちらはおそらく 3.6 後半から実装だと思います。レイラのデートも実装ですね。未知な部分が多いので、楽しそうなデートイベントになりそうな印象です。おそらくアプデ直後から遊べると思います。そして新敵も実装です。上がおそらく終ボスですかね。公式 PV では3形態あったと思うので強敵になりそうです。おそらくナヒーダの任務クリアが解放条件になるかもですね。下の敵はアビスの魔術師ですね。HP 低下でシールドを張りそうです。そして普通の敵も追加です。ヒルチャールの進化系と、動物さんたちですね。特に動物は硬い印象が強いので少し怖いですね。彼らとの戦闘も楽しみにしましょう。では続いて当日の追加情報についてです。まず新キャラの詳細な性能が公開されました。最初は白術からで、シールド回復薬ですね。一番の注目点が回復能力は白術の HP 上限により決定です。あと彼のシールドは草元素に 250% の耐性もあります。シールドの生成間隔は 2.5 秒ごとに1回みたいですね。シールドの再生性、破壊によって随時回復してくれます。元素爆発の回復量も白術の HP 上限でスケールです。続いてはカーベで開花の専門アタッカーですね。まず両手剣も確定しました。こちらは特に目立った依存要素はないですね。普通のアタッカーキャラで育成する感じになりそうです。元素熟知が必要なキャラか？は、リリース後に確認が必要でしょう。スキルが開花の即爆発。爆発は草元素攻撃に変わるキャラです。続いては秘境で解放条件などが明記されました。一番上の生物秘境は、ランク22以上、モンド系の魔人任務です。他2つの秘境初回クリアで原石がもらえる秘境は、ランク40以上とおそらく 3.6 新マップの世界任務などが、条件となりそうですかね。特定の条件クリアで解放できるそうです。そして新ストーリー系も解放条件が明記です。ナヒーダ任務はスメール魔人任務完結、一つ前の伝説任務完結。白術の任務はリーユエ魔人任務、フータオとショウの伝説任務クリア。白術はやはり 3.6 後半で解放みたいです。最後にレイラのデートはランク40以上、スメール魔人任務完結です。割とすべてハードルが高めな印象ですかね。レシピ系も色々と追加です。リーユエの白術の病院でもらえます。NPC の名前もあるので必要に応じて検索しましょう。アチーブ系も追加です。名刺も色々と追加されそうですね。少し気になるのがこれで、新マップで奉納できる場所が追加されそうです。3.0 バナラーナの木みたいな感じで原石もらえそうです。七星召喚でも色々と追加ですね。新キャラや新カードがベースで追加され、対戦のリプレイ機能も追加されるそうです。そして、3.0 バナラーナの木も50レベルまで解放です。余った草の印はスメールの町で交換可能です。冒険者協会の近く宝石マークみたいな場所です。育成素材やモラがメインだったと思います。ここの残りは割愛します。螺旋では11層が草ダメージアップ、とのことなので、後半の新キャラを意識した感じですね。12層の恩恵では草反応強化がメインで、2期では HP が減ると衝撃波が発生で、リシアも意識してそうですかね。おそらく4月16日の更新から適用となります。七星召喚でも色々と追加されてますが、今回は全ては触れませんので一時停止でご確認ください。個人的に気になったのが行く秋の爆発の追撃が2ダメから1ダメ。あとはクイックチェンジできるキャサリンカードが2コストから1コスト。あとは不具合修正で少しありましたが、秘境と任務は多くの方はそこまで意識する内容ではなさそうです。氷砕きの使用や任務の不具合関係です。キャラ関係の不具合も色々とあったそうですね。少し重要そうな場所を読み上げていきます。放浪者が元素爆発を放った後、ダッシュが可能になるタイミングに異常があった不具合を修正。シャンリンにおいて、召喚したグーオパーが劣化化を起こした時、キャラクターが劣化化ダメージを受けると、キャラクターの炎元素耐性がダウンしてしまう不具合を修正。この2点くらいですかね。今回はそこまで大きな修正はなかった印象です。詳細が気になる方はコメント欄のリンクを確認ください。システム面でも少し修正です。普通のプレイではおそらく発生しないですかね。一部のキャラクターにおいて、キャラクター武器画面からキャラクタープロフィール画面に切り替えると、表情がそのままキープされてしまう不具合を修正。マルチモード中、ゲストが冒険の証画面を開くと、ホストの冒険の証の進捗が表示されてしまう不具合を修正。あとは敵関係でも色々と修正です。一部の敵がスキルで召喚する水の泡が近距離で割れると、キャラクターにダメージを2回与えてしまう不具合を修正。敵遺跡ドレイク飛空及び調査英語ドレイクが飛行中、頭部または胸のコアを露出するスキルを発動しているとき、キャラクターが翼のコアに命中させても、頭部または胸のコアが正常に隠されない不具合を修正。画質の設定が最低の場合、BOSS 風色ウェネとの風色弾幕の予想攻撃範囲の表示が消えてしまう不具合を修正。その他の部分でもこれ少し面白いですね。まさかの1フレームの修正もありましたう。オープニングムービー空にある蛍火のある1フレームにおいて、キャラクターの表示に異常が発生する不具合を修正。そして前々から少し話題のあった。英語版の手なりの声優も変更が決定してしまいました。少しナイーブな話題なので興味ある方は検索しましょう。他は色々と細かい修正が多いですかね。手なりの添付にて数字の表示誤り修正が少し気になりますね。基本的にごくわずかな修正だとは思います。他は重要そうな内容はないと思います。ボイスやセリフの調整が多そうな印象です。こういった細かい調整大量の工数かかりそうで、運営さんには頭が上がらないですよね。さていかがでしたでしょうか？興味あった点などあれば教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。